はい、グッディバルーンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。今日はウサギを作ってみたいと思います。人参もウサギの映像が何回か続いたと思うんですけども、買いました、ウサギを。妻がね、もう可愛くて一目惚れしてしまってとっても可愛いです。2ヶ月の、生後2ヶ月のアメリカン、ファジーロップっていうウサギちゃんです。名前をハギと言います。よろしくお願いします。でまず、これからいきましょう。ウサギちゃん、ウサギちゃんは白の風船と、あとはピンク、お花の部分をピンクですね、ピンクの見えるかな、このぐらい膨らませます。ちょっとしか膨らまさない、こういう感じ。これでいきます。はい、まあじゃあですね、まずここから作っていきます。スタートするのはここからですね。ここからスタートします。こう上がってこう降りていきますから、いきましょう。よいしょ、まず耳を作ります。こうですね、こう回してこの結び目を中に通します。そして今度は目を作っていきます。で、もう一回戻ります。戻して今度もう一回同じぐらいの大きさの長さを作って、これを中に通していきます。中に通して、この中に入れていきます。こういう感じで、そうすると、2と3の塊ができるので、ここでピンチツイストをまず引っ張って、もう一個ここでピンチツイストを取ります。2個できましたよね、ここね。今度はこのほっぺたに行きます。ここほっぺたに行く前にね、ちょっと先やっておきましょうか。どっちでもいいので、これをもう一回ピンチツイストする。一つを半分に分ける。これを引っ張りながら回す。こういう感じで。で今度はこのほっぺたを作ります。ちっちゃなループを作りましょう。引っ張りながら回すとセンターが合います。同じぐらいの大きさの輪をもう一つ。これを整えていきますね。この大きいのを後ろにやって、ゆっくり丁寧に、こうできました。はい、でこれはもうここで終わりなので、これ一回切りますね。カットします。アイアイカットでカット、よいしょ、ちゃんと結びます。はい、これにもう一本の白い風船をしっかり巻きつけて、続きですね。ここ今度は体を、今度はね、体を作る前に手を作ります。この前の手を作ります。引っ張って、落ちた、えい、寝てると思います。体を作ります。体一つ、ここでピンチツイストを一つ作って、で、足を作りますの でこの残りの風船を一回首の方に戻して、で最後にここに持ってくる。これで
一応白は全部終わりで、これを整えていきます。そして、これ3つの塊になっているので、体は、1、2になるように1のところを手前に持ってきて、この手の間にこれをちょっとだけ挟めます。もうちょっと手を大きくてもよかったかもしれないんですけど、もうちょっと手が長い方がいいかもしれないですね。こんな感じですね。で、ここまでできたので、これをいらないのでこう切ります。これまた取っときましょうね。またこの使いますから。空気を抜いて、このここにつけましょう。で、引っ張って巻きつけるだけ。でかくなったけど、まあよしとしよう。はい、じゃーん、はい、できました。では、顔を描きます。こんな感じでしょうか。うさぎです。最後に人参を作ります。これはですね、先までとりあえず膨らませつつ、このぐらいで空気を抜きますもったいないですよね、これね。取っておきます。ちょっとね、空気を余裕を持たせて結ぶんです。そしてこれをこう、なんかちょっと一回空気を切り込んで、こっち側がちょっと膨らむように押し込んであげる。で、2609を膨らませて、これを結びます。いらない風船を切ります。で、これはちっちゃなバブルを1、2、3、3つ作ってこの中に入れる。さっきあのウサギの体っていうか、あの目のところ、顔のところと一緒なんですけど、これを入れます。まあ自由なんで、もこれはね、子供たちもね、好きに作っていいからね、自分の好きなように作っていいから、いろいろ試してみようね。よいしょ、これもいらないのは中に放り込んじゃう。はい、できました。人参です。はい、今作ったのはこれかな。はい、いろんな好きな顔を描いてみてください。登録者の方も420人ぐらいになってきたので、まあ、ゆっくりなんですけど、ゆっくりコツ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 たくさん登録してくださる方が、海外の方も増えていて、とても本当に感謝しています。ありがとうございます。子供たちもね、最近頑張って作ってみてね。また、次の教室で会いましょう。はい、それではグッディーバーのカネさんでした。よかったら登録お願いします。Registration please. バイバイ。